国会がまさにやっているときに抗議行動する、しかもこれだけの人数でっていうのは本当に効果的だと思います。火曜日衆議院で強行採決されたときも、官邸前、衆院前、衆議院議員連盟前、国会前でトータル1000人以上の人が集まって、3000人の人たちが集まって抗議を上げ続けたことで、午前中の委員会採決はあっという間にやられたのに、その後の午後3時から与党がやろうとしていた本会議採決は結局8時まで延びました。それは私たち市民の集まりによってやることができたんだと、そういう側面も強いということを皆さんと確認したいと思います。しかし与党は皆さんもご存知だと思いますが、8時に NHK の生中継が終わるのを見計らって動議を出して8時10分に強行採決するという、もう本当に世界一卑怯なことをしたと許せない思いでいます。皆さんもそうですよね。生中継で強行採決してみろよ。来週も月曜日、2日月曜、3日火曜日、おそらく午後から今日のように5時間、6時間ぶっ通して委員会が入る予定だそうです。そして与党は最短4日、一番危険なのは5日の参院での強行採決を狙っているそうです。そして6日に国会を終わらせる。しかしこんなことを絶対に許すわけにはいきません。